どうも皆様こんにちは、岩本ファーム TV です。北海道北斗市よりお送りいたします。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今日は9月の25日です。はい、まもなくもう1週間もすれば10月に入ります。気温もだいぶ下がってきました。今北海道はですね、今朝これね、今ね6時ぐらいなんですけども、だいたい15度くらい、寒いですね。はい、もう息もね白く見えてくる、そんな時期になってきました。よってね、このネギの方が本当にね、今ぐん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 とこう新芽の方が伸びてきてね、まあ、本州の方でもそうだと思うんですけども、ネギがだいぶ動いてきて、これから元気になってね、だんだん太くなって成長してくるといった時期でございます。まあ、本当にね、これからはちょっとね、また防除の方も、今までは細菌系がね、シュードモナスであったりだとか軟腐菌ですよね、はい、ペクトバクテリウム、このあたりがね、苦労されてたと思うんですけども、これからはやっぱり気温低くなってくると、ベト病であったり剥がれであったり、それからサビであったり、黒斑剥がれ、黒腐れ、金閣、まあいろいろね、小金閣腐敗、いろいろあるかと思いますけども、カビ系に今度ね注意していかなきゃいけないなという形です。私もそのような形でちょっとね、防除の方を意識しております。まあ、カビ系ですね、本当に北海道はベトサビですね、はい、そのあたりを注意していきたいなというふうに思います。で、私は去年黄色斑紋病といったものですね、こちら葉っぱの真ん中がやっぱりちょっとただれたような、焼けたようなカビがつくんですよね。はい、そちらの方でちょっと苦労したなというような形ですね。今年はなんで、前もって防除の方ですね、カビ系をしっかりと、週に1回、はい、あとはまあ雨の前ですね、意識するのは雨の前に防除をするというのがすごく大事かなというふうに思っております。雨降った後、まあ、多湿になった時に気温がやっぱり20度前後、15度、20度、25度、このくらいでやっぱりカビっていうのは繁殖しやすいですね。はい、なのでそのあたりで雨の前に私は防除の方をですね、意識してやっております。こういった晴れた日に乾燥している時だとそんなにならないんでね、はい、そのあたりを気づけていきたいというふうに思います。あとは虫で言いますと、これからの時期ですとやっぱり、まあ、芋虫系もそうなんですけども、私の方じゃやっぱりハエなんですよね。ネギがあって、まあ、葉っぱも食われるのはもちろんなんですけども、こう茎板、ね、根っこの付近にウジ虫、卵を産んで、そこにこう虫が入っていると、ね、そんな形でございまして、そのあたり、まあ、やっぱり飛んでいるハエを、まあ、意識するって形ですかね、私の場合ですとね、そのあたりを意識して下に卵を産みつけないような、そんな風にしたいなというふうに思っております。その他の虫もスリップスとかはね、まあ、だいぶもう出てないんで、はい、まあ、そこら辺は大丈夫かなというふうに思っております。芋虫系もね、この北海道の方ではそんなに気にならないんじゃないかなというふうにね思っておりますね。なので、まあまあ、YouTube で一緒にやっている桜井ファームさんね、いらっしゃるんですけども、その方にちょっとね動画見させてもらった時に、やっぱりですね、はい、白一文字与党とか、ハスモン与党とか、あれ、まあ、与党虫系だと思うんですけども、葉っぱの食害のね動画見せてもらいましたけど、まあひどかったですね。はい、なので、まあ、北海道はね本当にその分まだちょっと恵まれてるのかなという気はしております。はい、で今回の動画なんですけども、まあ、なんか年に1回くらいはちょっと盛り上がるじゃないですけども、まあ、SNS 主に X ですね、 Twitter なんですけどもね、はい、そちらの方でやっぱりね JA のやっぱりね闇みたいなような形で、やっぱりねなんか年に1回くらい、なんか私もこのような動画撮ってるかなというふうに思うんですけども、 JA は悪の組織だみたいな、そんな形で言ってますけどもね、そんなことないよってことをまたこちらでちょっとお伝えしていくと同時に、まあ、JA 出荷のいいところ悪いところで、私たちも出しています出荷組合ゼロ、これについてねお伝えしていきたいなというふうに思います。なんでそう陰謀論みたいなのがね出てくるのか、私も不思議ではございますけれども、まあ、皆様方にそちらの方お伝えしていこうかなというふうに思っております。はい、それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。やっててみましょう。その前に今ねこちら植えてこちら終わったところですね、整地までして今ね終わらせました。でネギ取った後整地するのってすごく大事で、ロータリーかけてしっかりと根の方をすき込んでおくっていうのがすごく大事です。でこれで分解させておいて、早く分解させればさせるほどやっぱり根っこっていうのはいいです。基本やっぱりその連作障害ね、ずっと作っていって、また今年も来年も植えるよってなった時に、やっぱり根っこが残っているっていう状態になると障害が
起きやすいです、はい、なのでそのあたり、まあ、そりゃそうですよね。根っこに、ね、例えば軟腐菌であったり胃腸病の菌であったりカビであったりね、いろいろこう入っているものがやっぱり土の中に入ります。それはやっぱり早く分解させる方がいいに決まっているので、なるべく取ったところから順々にこう私は、このような形でロータリーをかけて整地しているというような形です。で、私がやっている施策をお伝えしますと、こちらの部類、まあ、奥ちょっと緑色っぽく見えてるんですけども、あれライ麦を撒いております。で、基本9月とかも寒くなってくる時期で緑肥を撒くっていうのであれば、北海道とかあと冷涼地ですと、もうライ麦しか選択肢ないんですよ。他のちょっと選択肢がなくて難しいところだったんですけども、私はまあ、ライ麦を撒いているというような形です。まあ、ライ麦はあの上伸びないんで、ちょっと乾物量、緑肥として炭素を補給するって意味ではちょっと弱いんですけれども、今の時期に植えれて、そしてですね、あの上は大して伸びないんですけども、下の根っこはめちゃくちゃね、成長するそうです。なので下の根っこをね、こちらでやっぱりしっかりと やっておくことによって連作障害対策に、なります。で、まあ、来年の春まで、まあ、雪の下に置いておいてね、あのすき込む来年春という形でございまして、まあ、そういう形でやっておけれれば、まあ、あの連作障害対策としてはまあまあできるのかなと、うん、まあ輪作ですよね。なのでね、はい、そんな形で対策しております。で、今回使ったのはこちらでライ麦、それから米ぬかね、私 の知り合いの、まあ、YouTube やってらっしゃるあの雇われファーマーさんからいただきました米ぬかをこちら投入して、それから、超微生物、こちらを投入しております。まあ、超微生物は1旦あたり、ここでだいたい2旦ちょっとあるんですけども、1旦あたり2袋なんで、今回は4体使いましたね。うん、4袋使って、根っこの分解であったり残酢の分解、このあたりをさせておきながら、ライ麦、米ぬかで、まあ、連作障害対策として、まあ、輪作と、それから米ぬかで栄養、ね、あの超微生物の栄養を入れたっていう形で、やっております。まあ、いい対策なんじゃないかなと自分では思っているんでね、うん、こういうふうにやっておいて来年に備えると、病害虫っていうのも減ってくるかなというふうに思います。まあ、ぜひよろしければ霊領地でやってる方は参考になさってみてください。はい、それではね、早速本番に行ってみましょう。他のあなた、高評価、コメントもよろしくね。JA の闇みたいなね、必ず出るんですよ。なんか知んないですよ、この時期なんだよな、うん、必ず秋口なんですよね。まあ、これからこう野菜が活発になって動いてくるシーズンだからなのか、何なんですかね、陰謀論めいたものがね、次々とこう出てくるんですよね、ツイッターとか見てると。まあ、農協のそのあれで、まあ、インスタとかはそんなに見ないんですけどもね、うん、あとスレッズか、あれもちょっと陰謀めいてますね。はい、ね、本当にね、なんでこんなのが出るのかなっていうのが不思議でしょうがないんですよね。うん、まあ、農協出荷をしてるからダメなんだとかね、何がダメなのか分かんないですけども、あとその農協があの農家から手数料を引きまくっているから、農家の手取りが少ないから、あ、農家があの減っているんだとか、うん、あの、いや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 、ちょっと待ってよって話なんですけども、まあ、結局のところ農協って何なんでって言ったら、まあ、農家の集まりなんですよ、うん。まあ、その代表が代表理事であったりとかして、 まあ、あとはか、ね、幹部とかいるとは思うんですけども、そのね、あの地域の 農家さん の代表がねいるとは思うんですけども、まあ、そういうのが集まりなだけなんですよね、うん。で、まあ、農協職員さんがおって、ね、あの販売先を、まあ、作ってくれて、私たちはそこに集めて数量を確保して、しっかりとした量を確保するから、しっかりとした値段つけてくれって言って市場にこう、まあ、交渉してもらって、まあ、契約販売でもそうでしょうし、はい、そんな形でやってもらって値段っていうか販売先を作ってね、私たちはしっかりとしたものを作って出しているわけです。だから経費もかかるのは当たり前じゃないですか。で、農協が出荷するにあたって出荷先を見つけてくれる経費ね、そしてトラックをチャーターしてくれる経費ね、あとはもちろんその農協がいろいろこうやっぱり、ね、まあ、伝票であったりだとか、その他紙であったりだとか、そういったものでもやっぱりね、手数料とかいろいろかかってくるわけじゃないですか。なので、まあ、基本やっぱりですね、どこに出しても一緒だと思うんですけども、経費ってかかるわけですよ、うん。農協がすげえこう何て言うんですかね、農家から取っているからダメなんだとかいうのは、ちょっとね、またお門違いなのかなって気はしておりますね、うん。
まあ、ただそればっかりで、まあ、農協を、ね、言うっていうのはまあちょっとどうなのかなっていうふうには、ね、本当に思うんですよね。ここら辺は、ね、本当に皆様方のご意見聞きたいところなんですけども、うん、農協があるからこそ今ね、全国のスーパー、それからいろんなお店あるじゃないですか。でいつ行っても新鮮なものが買える、ね、非常にこう今日本ってやっぱりそういった意味ではいい国だと思うんですよね、はい、植えることないじゃないですか、はい、お店行けば本当にいつでも、ね、お野菜があって果物があって何でも揃います、うん、しかもそれが安いと日本の食ってめちゃくちゃ安いっていうね、海外からね言った人ってね、やっぱりそういう風にね見てるみたいですね。わ、これ日本ってすげえなって言って、うん、こんなクオリティのものがこんなに安く買えるのかいみたいな感じで、それぐらいすごいっていうことなんですよ。まあそういったことが可能っていうのはやっぱりその JA であったり市場であったり、そういったもので、しっかりとこうね、カバーできているからこそだと思うんですよ、うん、もちろんだからそれに関わる経費っていうのはかかってくるわけですよね、私たちが、うん、出してそこで販売するってなってと、うん、いろんな人関わってくるわけですから、はい、なので農協が、ね、市場がいろいろあるんです、そういったものがやっているからダメなんだっていうふうにね言って、直接販売すればいいじゃないかっていうふうにね書いてるんですが、まあまあ、もちろんそれもそうだとは思うんですけども、まあね、やっぱりなかなかそうやってできない人もいるわけですよ、うん、直接販売、私は直接販売します、売ってって言えば売りますし、はい、まあ、今でも契約栽培もしてますしね、はい、なのでいろんなこうやってるんで、まあ、一概にその農協だけってことでは私はないんですけれども、うん、まあ、農協オンリーの方ってもちろんいると思いますよね、はい、まあ、だって生産に集中できてて、しっかりとしたものを作って納品すればお金になるわけですから、それでいいわけですよ、うん、まあ、プラスね、私はそこにプラスして出荷組合ゼロもやってますし、契約販売やってますし、直接販売もやっておるというだけでございますからね、うん、もちろんほら直接販売の方が農協とか通さない分、私が直接販売するんで手数料そこの分浮くじゃないですか。その分はね、やっぱりまあ得っていうのも変ですけども、かかる経費がないっていうだけで、はい、別にそんな大したもんでもないかなっていう気はしている。まあ当然の結果といえば当然の結果とこういう形でございますね、うん、なので全然ね、農協の組織って悪ではない、私が農協に出しているからだろう、そういうふうに言ってんだろうっていうふうに、ね、思われても、まあまあそうなんだけども、まあ実際そうですし、別に農協が悪いわけでもないということをちょっとね言いたいですね。本当にね、農協の職員さんってめちゃくちゃ頑張ってるんですよね。行けばね、本当に夜遅くまで集荷場におってさ、そのね手配してそれをこう振り分けたりとか、いろんなこともさらに私たちの荷受けをしてからの作業っていうのがあるわけですし、その前でもね本当に伝票作業であったり事務作業であったりいろいろあると思うんですよね、はい、で今では本当にね、よく私たちはやってもらっているので、経費がかかるのはもちろんですし、なんならもうちょっと給料上げてもらってもいいんじゃないのかって気がしますしね、どれくらいもらってるか知んないですけど、うん、共戦場とかもそうですよね、本当に夜遅くまでとかね、ピーク時はやってますしね、はい、パートのおばちゃんとかもいますし、そこをしっかりとまとめるっていうのはうちらじゃもうね一人じゃ無理なんでね、一農家だとね、うん、そういったものがやっぱりですね、まあ農協を通して我々生産者がしっかりと出せるっていう組織が作っていただいてるっていうのは本当にありがたいなというふうに思っております、うん、で、まあ、ここからはちょっとね、いいことも言ってきたんで、反面、こういうことがもうちょっと改善されるべきだよってことをちょっと言っていきたいなというふうに思うんですけども、私はネギとトマト、ね、出荷しております。トマトは強鮮なんで、向こうで大きさであったりだとか、まあ、形であったりだとか、うん、あとは病気がついてるついてないとか、うん、そういったものを振り分けて強鮮所でやってくれてます。ネギは基本個鮮ですんで、自分たちで、サイズ、それから病気があるかないか、根っこは大丈夫か、葉っぱ大丈夫かとか見ながら、箱に詰めていってるサイズ別でね。うん、で、まあ、ここはネギの話、にしていこうかなというふうに思うんですけども、基本規格っていうものがあります。どんな農協でも規格ってあると思うんですよ、うん、これは、まあ、どれくらい前に作られたものか私は知りません。ネギの出荷規格っていうのがあって、それがいつ作られてていつから始まったものかっていうのはちょっとわからないんですけれども、まあやっぱり時代とともにやっぱりその物流もそうですし、物とか気候とかいろんなもの変わってきているわけですよ。なので規格っていうのはその時折に合わせてやっぱり変化させていくものじゃないのかなというふうに私は思っております。まあ北海道のこの私が所属している JA 新函館は非常にこう柔軟なのかなというふうに思います。夏場6月から7月のハウス栽培であれば、
白根が20センチね、20センチで、できてて、そこで、太さを測って、2L であったり L であったりというのがあります。で、まあ、夏場そのハウスが過ぎてて成長してくる今の時期ですと25センチ白根があって25センチのところで測りましょうよというふうになっていて、うん、で、やっているんですけども、まあ、本州の方とかですと夏場に30センチとか、あるというのをよく聞きます。うん、そのためにそれを作るために夏場ちょっと無理やり動かして、あの、ね、白根確保しないともう売れないから、うん、その土を動かしてさ作っていくっていうので腐らしてしまう、で結果物がないとか、うん、で市場がやっぱり物を確保してしまって、相場が上がってしまってとんでもないことになってるとかね、うん、そういう風にならないために中国から輸入してあのネギを出してるとか、もうちょっとね意味わかんない状態になってきているわけなんですよ。うん、そこのあなた高評価コメントもよろしくね。なので、まあ、基本的にそのあたりをやっぱり変えていく必要があるんじゃないかなと。うん、今の気候って、まあ、例えば30年前20年前、まあ、私がこっち来てからの10年前でも全然違います。めちゃくちゃ暑くなってるよね。うん、今までそのトマトのハウスとかやってても普通にできてたものがもうできないから、うん、そういったことなんで、ちょっとね本当にその気候の面で言えばもうまるっきり変わっている。で情勢も変わってるでしょ。世界情勢も変わってれば政治もいろいろ変わってきている。そんな中でやっぱりその農業政策とかいろいろこう変わってきているわけなんですよ。まあ、そういったものにやっぱりですね合わせていかなければいけない。まあ、そっちはまああれかなと思うんですけど、やっぱ気候に合わせてあのネギっていうのはやっぱりその規格っていうのを考えていかなきゃならないんじゃないかなというふうに私は思っております。で、まあ、あの出荷組合ゼロの話をしますと、そういったことも含めましてね、あのそんなあのネギ腐らせなければ、あの日本で売るネギがあってて、あの、ね、日本のネギ農家がしっかりと出荷できて儲かるはずなのに、あの白根が30センチ確保しなければいけないという理由で作ってしまい、ね、あのネギを腐らしてしまう、ね、土を浮かしてネギを腐らせてしまって物がない。で、その30センチ作らなきゃいけないためにやってしまったばかりに売り上げが減ってちょっと厳しいっていう風になる日本の農家で、それを補うために中国から輸入する、ね、あの意味わかんないでしょ。実際行われていることなんですよ。うん、まあ、あの それだからってわけじゃないんだけどもね、中国から、ね、輸入してくるのは物が足りないから輸入してくるわけで、はい、そんな形でございますから、そういったものをやっぱりね変えていく必要があるんじゃないかと。だからあの我々ね出荷組合ゼロはネギ人カンパニーが作ったあのそういった声をあの反映させた出荷組合なんですよ。うん、要は何のための企画なんだというふうに思って作っているんですよね。うん、なので、まあ、企画もそうですし販売形態ね、こうなるじゃないですか。野菜って相場ってあるんですよ。相場があってそれで高い時はいいんだけども安い時も絶対あるから、で上を見ちゃうとね、あ農協出荷いいやと思ってそっちばっかり出したりとかしてガクンってこうね今度物が出回ってくると下がってくるとかなった時に、やっぱりこうあのこの波があるっていうことはあの長期で見た時に、まあ、まあ単年度でもいいですけども、農業の経営のそのやっぱりこれがあると見通しが立てづらいっていうのがあります。そこのあなた高評価コメントもよろしくね。で、あの契約出荷というのは一定の金額で高いも安いもなく出荷先と金額を決めてそれ出していくわけなんですよ。なので売り上げの、まあ、見通しが立てやすいという形になってきます。うん、だからもうね相場で動かすようなあの時代でもないのかなっていう気はしているよね。だから野菜農家が少なくなったり米農家が少なくなったり、して、まあ、日本全体の農業人口が減っているというふうになるんであれば、こういうふうな波がある相場も相場の、値段よりも一定の契約金額こちらでやった方が、まあ、安定はするんじゃないかなっていうのがねやっぱりありますよね。私もやっぱりあのそういうのもありますね。うん、だから今ほらあの JA 出荷半分で、出荷組合ゼロで契約販売で、半分、そんな形でやっております。そうするとリスク分散になるんですよ。高い時は農協で儲けておいてそれも結構でございましょう。低い時を契約出荷とかでカバーするとか、私はそういうふうな考え方でやっておりますね。うん、ただまあこっちはやっぱりちょっと見通しが立てづらいんで農協の方はね、はい、まあ高い時は本当にいいんですけども、低くなる時めちゃくちゃ低くなるからね、何年前だっけな、3年とか、4年前とか1000円1200円とかまで下がっちゃうと、高い時もあんまあったかなみたいな形の時でね、うん、やっぱり儲かんないっていう風になってくると、その経営の安定するためにこっちの契約出荷っていうのはやっぱりあった方がリスク分散ができる。うん、
まあ、日本の経済もそうですよね。私たち日本円で持ってるじゃないですか。日本円だけで持ってると日本の価値が下がってくると、日本円が下がってくるからお金の価値で下がってくる、そういったものを、まあ、ドル建てでやっぱり、まあ、株でも何でもいいですわ。S&P500 とか、ね、そちらの方とかオルカンとか何でもあるじゃないですか。そちらの方でリスク分散させておいて、他のお金を持っておくみたいなね、分散させておくっていう風にやっておくと、何かあった時にやっぱり、まあ、何かあった時ってのも変だけどもさ、リスク分散ができてて、自分のためになるっていうかね、安心材料になるっていう形だから、出荷組合ゼロっていうのは、リスク分散をするために皆様方の出荷形態の一つに組み込んでほしいなって私はぜひ思うんですよ。全国のネギでできるんで、はい。ね、それぞれの地域、JA の、それぞれの地域であると思うんで、そこで出している、プラス、出荷組合ゼロは全国に組織があるので、そちらの方でも出していただけると、リスク分散になるんじゃないかなっていう気はしています。まあ、もちろんそこでの契約出荷になってきますんで、それはその都度ね、その土地土地でね、どういった風に、輸送するのかであったり、どういった形で販売するのか、ね、箱に入れるのか、コンテナで出すのか、FG にするのか、まあ、いろいろあると思いますけれども、そういった携帯もお話ししながらね、契約出荷に、なるようにね、しっかりとそのような形でゼロのスタッフさんと一緒にやっていただくっていう形になってきます。なのでね、そんなに面倒なことでもないので、お気軽にね、本当にね、全国のネギ農家さんで、今ちなみに米もやってますし、他の野菜も全部やってます。なので、そのあたりも含めて、ゼロのインスタグラム、これね、スタッフさんのやつなんですけど、載せておきますんで、DM、ぜひいただきたいなというふうに思います。いや、そうだよな。ね、農協だけじゃなくて、他でこう出荷するところがあったら、リスク分散できるんだよな、とかね。そういうふうに思っていただける、農家さんはやっぱ多いんですよね、全国に。なので、まあ、知らない方がおったら教えてほしいなと思いますし、皆様方とね、一緒にそうやってできるんであれば、まあ、農協出荷もいいし、ね、ゼロに出すのもいいし、みたいなね。あとは契約販売、個人販売もいいし、みたいな形でやっていくと、リスク分散が本当にたくさんできるから、いい経営ができてくるんじゃないかなというふうに思います。そういった、今の企画に、ね、合わせる、ね、今の気候に合わせる、今の時代に合わせる企画と、そして、今の時代に合わせた価格設定、ね、契約販売設定みたいな形で、私たちゼロはやっております。プラス、最大の特徴が、技術の共有なんですよ。まあ、私この YouTube 通して、まあ、清水さんね、ネギビットカンパニーの社長の清水さんから全部教わったことをこの動画を通して皆様方にお伝えしています。それをお伝えすることによって皆様方ね、まあやれる人はやったらいいでしょうし、なんだよそれ俺にはできねえよとか、まあ俺は俺だって思う方は別にそれはそれで結構だと思いますし、そうやって私はこのネギね、単収で80枚ね、チェーンポット80枚植えて1400箱取る技術があります。この技術っていうのはネギビットカンパニーの清水さんに教わったものです。そういった風にやってくると、本当にね、一旦あたりの収量が伸びて売上が上がってくる、利益も出てくる。そうすると次につながるね、機械に更新しようかな、機械新しくしようかなとか、人一人増やそうかな、二人増やそうかなとか、倉庫建てようかなとか、いろいろこうできてくるようになってきます。なので、まずは今の自分のその技術ね、今のままでいいのか、もっと良くなりたいのかね、いろいろこうあると思いますけども、一つの選択肢として、ネギビトカンパニーね、私のこの動画活用されるのも結構ですし、出荷組合ゼロにね、出していただくと同時に、そういった技術の共有もやってますんで、一緒にね、共にいい栽培経営っていうのかな、できれば本当にね、いいなというふうに思っております。ちなみに本当に今お米も始めたんで、お米に関しましてはこれもう日本初ですね。複数年契約の、契約販売、ね、価格をしっかりと、ご相談させておい、いただいて、販売先、出荷先、ね、農家様、ね、そういった形で、しっかりとこう、折り合いつけて販売していきます。なので、安心して、まあ、農協に出している人、ね、個人で販売されている方いらっしゃると思うんですけども、こちらもゼロっていうのをね、一つ入れていただくと、リスク分散につながるんじゃないかなというふうに思います。まあ、プラスね、今年高いでしょ、値段が。まあ、皆様方どういう値段で販売されるかは知れませんけれども、まあ、値段はやっぱり総じて高い、ね、この米騒動で高いっていうことも鑑みて、来年からどうなるんだろうなとか、やっぱり不安じゃないですか。私もネギとかでもそうですよ。なので、そういったことも加味して、安全なところっていうのを契約販売で出荷先を確保しておく、そのためにゼロを使ってくださいっていうみたいな形ですね。もう本当にね、それだけ、いろんな企画とかもね、やっぱりそれはその
その都度あのお話ししていきますんで、はい、販売先とそれからお値段と、ね、企画と、いろいろこうあると思いますんで、そのあたりはその都度、ね、ご相談させていただきたいというふうに思います。まあ、リスクを回避するという意味で農協、ね、ゼロ、そして個人販売、まあ、いろいろ出荷先あると思いますんで組み込んでいただけたら嬉しいかなというふうに思います。まあ、私が結局言いたいのは JA 出荷っていうか JA 農協、ね、悪の組織じゃねえよってことです。これ農協がないと本当にね、物流っていうか農産物の物流が成り立たないですから、はい、これだけ強く言っておきますし、農協の職員さんは本当にみんな頑張っている、うん、私がもう目の前で見てるんで、はい、目の前で見てるので出荷先で見てるだけですよ、うん、倉庫行ってね、そこの出荷倉庫っていうのかな、センターみたいなところに行って、そこでね、本当にね、お話ししながらね、出荷先と出荷しながらねお話しさせていただくんです。本当にみんな頑張っていただいてるなと、私たちのためにね、ありがたいなというふうに思っております。なので悪の組織でもないですし、農協がいないと成り立たない、ね、この日本の食っていうのはやっぱり大事にしてほしいなというふうに思っております。うん、我々農家がさらに儲かれば日本の経済っていうのはね、本当に良くなるのかなというふうに思いますんで、陰謀論はちょっとやめていただきたいというふうに思っております。皆様方のご意見ぜひねお聞かせください。JA は悪の組織だみたいなね、陰謀論はやめてよねっていう形なんですけども、プラスそれとね、あとは皆様方の、うん、収入の安定といいますか、それでこうやっぱり逃げ道ね、安全なところを一つ作っていただきたいなという形で、我々ゼロがありますよっていうことをね、皆様方にお伝えしておきたいなというふうに思います。ぜひね、私に DM、いただけたらつなぐことも結構つなぐこともできますし、はい、ゼロのスタッフさん、ネギビトカンパニー社長のインスタグラムね、いろいろこう載せておきますんで、直接 DM していただいても全然結構でございます。まあ不安だっていう方はね、私に DM いただけたら、それでね、分かる範囲でとりあえずお答えしますし、それからゼロの方にね、それぞれの地域でやっぱ違うんで、私答えられない部分もたくさんありますから、はい、それぞれの地域、全国でやってますんで、全国で皆様方と一緒にですね、うん、まあ今の出荷先プラスゼロっていうのを組み込んでいただけると、本当にね、契約販売で安定した売り上げ上げることができますから、そちらの方ですね、お伝えしておきたいなというふうに思います。はい、私インスタグラムとツイッター X やっておりますんで、よろしければそちらの方のフォローもお願いいたします。まだ皆様方本当にね、いつもご視聴、コメント、高評価、低評価、本当にありがとうございます。励みになっております。またこの動画が良かった、楽しかった、また見たいよっていうふうにね思ってくださる方いらっしゃいましたら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。いつも皆様方のご視聴ありがとうございます。バイバイしたっけね。ご視聴ありがとうございました。